塁で満塁で佐藤輝明か。満塁ホームランで、満塁ホームランあれだ。よっしゃよっしゃ、来てくれ。あー、大岡いけ、せーよっしゃ、あー、OK、 佐藤先生、はい、出る、はいはいはい、佐藤輝明、犠牲フライ。そして大山、ゆうと今日保育園何したの？おーおーあー惜しい、すごいな。いや、よかった、いい当たりだったな。やっさきが起きたヤトゼルはなかなか見応えがある勝負やつだ。これがオールスター。今日も成功る。いやー、早い早いです。150キロもっと出てるやろ。こうやな、引いてるよ。見たより球が開いた。おおおお、まあ山本良純やからな、しゃあないわ。おお、さすが、さすがにね。オッケー。三人で、はい、来てました。糸満さん、よいしょ。いやまあ、らしい。おお、あー、伸びない。いやー、昨日に続いて投手戦。なかなか、点が早い。柳田のホームラン。うわー、岩崎さん遊んできた。スローボール68キロ、めちゃくちゃ溜めるなーって思ったらスローボールやった。真顔で遊んでくるからな、岩崎さん。さすがやな。全員選手が入れ替えた中で唯一残った佐藤輝明、残ったからには打たないとね。勝利に向かって、いやー楽しい。なかなか点が入んないな。バッティングあったけどな、ライトフライ。おお、いやっしゃー、これエラーではないかな。
近本ヒット、またオールスターでヒット打った。オールスターは大体7割ぐらいあるやろもう。はい、大きな声でいたー、ナイスバッティング、ようやくセリーグチャンス。なら三振かい、出る読み売りだ、おっせーよ、おーマジか、おーくるよ、読み売り倒せ、ちょっと中の中のチャンスが楽しみにして、いやーファウルか、ああ三振や、スラウトそのまま終わるのかセリーグ。おお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 が一になるか、やばすぎだ、京都京都続いた、これは何かがあるかもしれない、初球今日は、奇跡が起こらず、第2戦 MVP は福岡ソフトバンクホークス柳田悠選手です。やはり今回のホームランのところだと思うんですが、初球から狙ったんですか。狙ってはないんですけど、はい、やりました。打球はレッドホットに持っていきました。打った感触などいかがでしたか。少し詰まってたんですけど、清宮選手のバットが素晴らしいバットだったので狙ってました。清宮選手のバットを使って打っていた。はい、清宮ビーバーであやかりました。ありがとうございます。清宮選手には何かあるかの言葉をかけたんですか。いや、もう素晴らしいバットを使っておられるのですね、というふうに言いまして、サードのレッドと、素晴らしい守備も、見せてくださりましたし、最後も3人素晴らしいパ・リーグのクローザーの素晴らしい系統で皆さんにいただいた MVP だと思います。ありがとうございます。清宮選手からは何か言葉はかけられたんですか。やったぜ。松山のお客さんに向けて、そして今日たくさん集まってくれた子どもたちに向けて一言お願いいたします。たくさんの皆様のおかげで、こういう最高の一日を、過ごすことができました。ありがとうございます。ではありました、見事 MVP を獲得しました柳田悠選手。